こんにちは、しおりみちゃんです、しほです。はい、というわけで今回はね、ついにですよ、机紹介していきたいと思います。じゃじゃーん、なんですかこの汚さは。もう今日はね、いつもはちょっと隠して映さなかったんですけど、もうね、逆にこうね、映してしまって、もう片付けましょうってやった方がね、効率がいい気がして、カメラをね、持ってきました。見てください、このごちゃ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 してる机の上、やばくないですか皆さん。あ、これね、ゲーセンで撮ったやつ。これもちゃんとね、飾ってほしいのに、机がもうあまりにも汚すぎてやばいんですよ今で。コスメ棚も見てください、これ。うわー、ごちゃ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 っとね。あ、ゴミ、あ、ゴミは映せないんですけど、ここに大量のゴミがあるんですよ。映せません。ゴミはちょっと汚いので映さないんですけど、さすがに。やばいよ。てかゴミ拾ってますちょっと、本当に友達と遊んで、遊んだ時に落ちたゴミが本当やばくない？なんかこう汚さマックスって感じ。やばいよこれ、本当でしょ。うん、なので、あ、ちょうど今ね、お家で、臨時休校になったので、お家にいる時にやっちゃいましょう。で、もうね、午前中とかお勉強を1時間半ぐらいはしたね、集中して。はい、はい、お勉強が終わったので、今度は片付けいきます。ママにもらったやつが、なんか怒った、あ、ひまちゃんにもらったやつ。あ、これ、アニメ、アニメ、アニメ大丈夫ですか？もうポーチもぐちゃぐちゃだった、ぐちゃぐちゃだった。もうできる？綺麗にねえ、できますか？綺麗に。できません。見て、できません。これさ、今年から使おうと思ってずっと取っといたやつ。そうだね、まだ使ってないでしょ。うん、使ってない、まだ値札も。でもなんか夏っぽいから、夏からでも良さそうだよね。やだ、春から使う。あ、そうなんだ。5年生から使うの？そう、5年から使うの。そっか、あとちょっとで使えるから。うん、はい、じゃあね、片付けてください。じゃあ今度ね、綺麗になったね、ところをね、またね、撮影したいと思います。これ綺麗なんの？なるんでしょうね、さすがに。え、でもやらないとお友達遊びに来れないよ。2日後友達来るんですよ、ここに。やばいよ。え、呼べなくない？こんな部屋に、こんな机でやばいですよ、お友達来れませんね、これじゃ。本当にさ、ね、TikTok 上げれないのに、撮りたいって言ってくるの。外でも撮れるじゃんって言ったら、うちの中がいいんですよ、ひしーちゃんちの中でお願いしますって言われて。あ、TikTok 撮りたいんだ。うん、うん、じゃあしおちゃん綺麗にして、部屋で TikTok 撮れるようにしないとね。まあ、志保一人だったらね、部屋の隅っことかでも全然撮れるんだけど、ちょっとあそこで撮る背景があるからでもさすがにお友達この部屋に呼べませんので。これを見てさ、っていうかね、今机しか映してないけど、部屋の中も相当ひどいですから。ゴミは散乱してるし、これ映したらちょっとやばいので、ちょっとじゃあモザイクかけて。ねえ、やばいよ。モザイクかけるよ、かけるけど、ほら、それぐらいやばい状況なんだから、ちゃんとやんなさいってこと。だから ね、見てください。何？部屋が片付け終わるまで、うん、漫画募集なんですよ。漫画募集です。で、さらに携帯も募集されないようにしてくださいね。あるんですよ、これ、うん、まだね、携帯までは募集してないです。とりあえずもう漫画がすごいので、漫画を募集してます。今やることを終わらせてから読もうねということで。最悪、漫画。はい、テンションが上がんない、ね、今日はまだ午後たっぷり時間あるので。じゃあさ、片付け終わったら漫画買いに行っていい？ブックオフに100円だから。いいよ、片付け終わったらね、ブックオフに100円があるから、うん、100円の、うん、楽しみ。頑張って。最近とりあえずお友達を呼べるようにまではしないと。まあ、今日明日で、せめて今日1日とは言わないから、今日明日で頑張ってください。わかりました。はい、リミットは2日です。2日間です。わかる？わかる。うん、でも勉強もしなきゃいけないし、お手伝いもしなくちゃいけないし、撮影もちょっとしなきゃいけないし、
やることはあるので、それをうまくね考えながら2日間で終わらせられるように頑張ろう。とにかく捨ててくわ。そう、いらないものは捨てるっていうか、まあ断捨離ね。もうこれから5年生にある長なんあ待って、これから5年生に、ね、なるから進級するんです。そうだからね、少しねいらないものは捨てて断捨離をしながらちょっと綺麗にねしていきましょう。でちょっとこの部屋ね、あまり収納ポイントがないんですよね。だからもしどうしても必要な場合は棚みたいなのをね一つね購入しようかなとは思ってるんだけど。テレビの横とか。そうだね、テレビの横とかにちっちゃい棚とか置いたりもできるし、うん、ちょっとそれ検討中です。ちょっとこのワゴンを大きいのにするとか、これちょっとちっちゃいのでね、もともとこういう使うために買ったワゴンじゃなくて、ちょっとこれハンガーとか普通に置いてたやつを急遽ね、コスメを置いたりしてたんで、もういっぱいになってきちゃってね、ちょっと収納しきれてないので、ここのワゴンのスペースに棚を置くのもありかなとも思うし。でしょ、うん、あのさ、鬼滅のさ、なんか棚が欲しいの。鬼滅棚。鬼滅棚ね。でもそこまでまだ増えてないですよね現状。これから増えるんですよ。いや、わからない。それはだ、それは鬼滅が増えてから決めようよ。今の時点で、そう、棚とか、それは別に机とかでも飾れるでしょ。テレビの前とかでも、ちょっと汚くて映せないけど、テレビの前とかに飾ったりいいんじゃない。インテリアとして飾ってもいい。テレビの前にが一番いいかもしれない。テレビの前が一番綺麗だ。テレビの上は一応綺麗。テレビあんま見てないしね、部屋のテレビ。あれ今日月曜日。今日月曜日。やば、危ない。こいつずは火曜日でしょ、うん、録画してないんだよねまだ。火曜日だけ夜見るんでしょ。そうだよ、うん、今週はリアルタイムで見んの、うん、うんとか言って、うん、はい、ということで、でも一応録画するよ。そうね、そうね、危ない、録画してないんだよねまだ。はい、ということで、汚いということでした。はい、しょうちゃんはもうね、あと2日でどれだけ綺麗になるんでしょうか。またね、動画回したいと思います。ちょっととりあえずね、もう本当頑張ってって感じ、ね、これはいらないかな。何それ。私が描いた絵よ。え、何の絵。中学1年生のね、うんうん、生徒描いたの。え、中学1年生。オリキャラだよ、オリキャラ。え、オリジナルキャラクター。あー、オリジナルキャラクターね。でもさ、失敗したし捨てるか。いいんじゃない、お気に入りの絵はさ別に取っといてもいいんだよ。あ、でもその代わり収納しとけばいいの、なんかファイルに入れるとか。それこそさ、鬼滅のさ、いっぱいママファイルさ、毎週水曜日頑張って頑張って並んでゲットしてきたんだから、こういうのにしまっていけばいいじゃん。元はファイルなんだし。確かに。でしょ、うん、ということで、とにかく汚いです。ねずことね、全員のやつね、うん、お気に入りだから学校で使ってね、うんうん、後のやつは飾る用としてね、持、うん、ってたの。そうね。なんかあの辺にさ、うん、なんか両面テープで貼ったらよくない？ちょっとそれはちょっと。待って、ほら、よくない？そこまでやっちゃう？それ危ない、危ない。ねえ、それはちょっとやめとく？なんで、それはやめといたら。壁がさ、壁が何そのこと落とした顔。いやいやいや、いいじゃなくて。でもさ、うん、あれでもいい。ちょっとそっち汚いから映せない。これでもいいと思うの。あ、まあね、この辺もどうなるか。じゃあね、机が綺麗になって机紹介したら、今度部屋を綺麗にして部屋紹介もしましょう。はい、新しいまた感じにね、はい、じゃあこの休み中にちょっとね、お部屋綺麗にできるように、はい、しましょう、はい、すっかりもう鬼滅ファンなんでね。可愛くない？カナオさんは。はい、ねえねえ、いいから、カナオ様はいいからさ、とりあえずさ片付けていこっか。どうでもいいの。どうでもいいのじゃない、それ真似でしょ。カナオさんどうでもいいから。めんどくさいけどさ、ここだから普段から綺麗にしてればこうやってまとめて片付けることもないわけでしょ。
ねえ、ポーチさ、大きいの買おうかな。入んないんだけど。ちょっと、ねえ、もうやめて。本当にさ、入んないんだよ、ね。入んなかったら、ちゃんと綺麗にして。それは何？もう毎日使いポーチ？うん、そう。毎日それ使ってんの？そうだよ、スキンケアの代わりにさ。じゃあ、そんなちっちゃいのに入れて。大きいのじゃないわけもう。あるよ。あ、じゃあそ、あ、そうだよ。このままそれに入れ替えたらいいじゃん。でもこれはさ、修学旅行とかに使いたいからさ、入れるのさ。修学旅行まだまだ先じゃん。それに別に修学旅行の時に入れ替えればいいじゃん。そっか。そうだよ。そうだ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 。別に汚れるわけじゃないし。でしょ？帰るか。大雑把。ちょっと性格出るよねこれね、片付け方も、ね、あ、見て、よくない？よくない？うん、まあいいんじゃない？ほら、うん、大きくなったね。やばい、あとね、あと 2,3 個増えても大丈夫だ。うん、おー、いいね、これ横に。ちょあ、落ちた。やばいね、もう満パンだね、ここね。やばすぎでしょ。なんかね、しほちゃんコスメ紹介してくださいってね、2件ぐらいねコメントが来て。無理ですね。日本の状態無理ですね。ここがじゃあ綺麗になったらしよっか。でもそんなもうしほちゃん別にコスメ紹介するほど思ってないんだけどね。ね、どうしよう。たまにママのね化粧品のとこでね化粧してんだ。ねえ。どうしよう本当に。聞いてる？うん、聞いてる。あ、いろいろね。これね、紙は紙で分けようと思ってさ。あ、紙グッズ？紙グッズ。うん。多分ここに入ってないんだよね、紙グッズ。入ってない。これ全部肌だ。肌のやつ。で、これがメイクで。うん。ポーチもう一個大きい買おうかな。なんか入んない。それは？あ、紙。それも紙じゃん。それは別にポーチ入れなくてよくない？これ。いいかな。うん。すぐ落ちちゃうのよね、うん、そう、だからこのワゴンがちっちゃすぎなんだよ。元はそうかな。そろそろこのワゴンをでっかいのに変えた方がいいかもね。ドンキにこの前さ、ちょっと大きめのワゴンあったじゃん。あった。あれに変えてもいいしね。いいの変えて。うん、そしたらこのワゴンをやっぱハンガー置きとかにできるし。確かに。うん。ハンガー置きが。ポーチ可愛くない？え？可愛くない？話がコロコロ飛ぶね。可愛すぎてマジで可愛い。いいですか？そろそろ。じゃあちゃんと真剣に片付け始まりますかね。ねえ。あ、これバッタモンらしいですね。ねえ、バッタモンらしいよね。うん。鬼滅の公式のグッズじゃない。あ、でもよくない？まあでも分かってたけどね。うん、まあね。もうゲーセンも。本物、何？偽物っていうの？そう。そういうのばっかりだよね。鬼退治。鬼退治とか多いよね。これも多分そうかも。そうだ。そうだよ。でもまあね、いいよね。まあ、ね、それはこれはね、うん。まあね、これはこれで飾れるというか。うん、そうだね。グッズの一つに入るというか。まあ、鬼滅二のグッズみたいな。似てるグッズみたいな。まあね、いいでしょう。はい。はい。じゃあ頑張ってください。本当に頑張ってよ。分かった。うん。お腹空いてないですか？お腹？うん。空いたよ。じゃあご飯食べてからやる？いいの？始めちゃったらさ、もうご飯中断するのめんどくさくなっちゃうから。オレオ食べよ。先にご飯、いやオレオじゃなくてご飯にしてください。さ、おやつって言うんだよオレオは。あ、そうなんですか。一応もうご飯の時間だからちゃんとご飯食べて。片付けよっか。うん、いいっすか。わかりました。はい。雪だるま作ろう。